夢のプラモデルが完成する瞬間、そこには何者にも変えがたい喜びがあります。この番組では毎回プラモデル作りのプロの技を紹介します。今回のテーマは車。プラモデルには果てしないロマンがあります。時価1億円の高級車、世界に1台しかない車も手に入るのです。それでは車のプラモデル作りの醍醐味とはどのような点にあるのでしょうか。車にとって一番大事なボディの光、あとはリアリティの追求、この2つになると思います。そう断言するのは光沢の魔術師永江圭一郎。プラモに魅せられ15年、ディテールと磨きに全ての情熱をかけるプロフィニッシャー。ロッソコルサと呼ばれるフェラーリの赤いペイントも実車さながらの色とツヤ。現在プロフィニッシャー集団を率いる永江、彼の作品は数々の専門誌を飾り、その精巧かつ光り輝く完成品が高値で取引されているという、まさにモデラーのカリスマ的存在。そのテクニックを知ればプラモデル作りの夢はさらに広がります。永江圭一郎が挑戦。メルセデス・ベンツ CLK DTM2000、 黒いボディの光沢は特に難しいと言われ、技術が問われるプラモデル。光沢の魔術師はこのプラモをどのように輝かせるのか。はい、では中を拝見させていただきます。うん、黒い車ですね。結構、やりがいがありますね。一番のポイントは？そうですね、一番大きいのはやはり黒いボディですから、表面にやっぱり研ぎ出した時にですね、蛍光灯がきちっと映り込むような光、これを再現してみたいと思います。永江はまず黒い塗装を行うこだわりのボディ形成から入る。ドアやサッシュに施される筋彫り、塗装の時に溝が埋まらないようにするためです。このスリットが完成時に大きく効いてきます。実車にないパーツの金型の跡はパテ埋めします。細かいパーツを接着し、車の形が姿を現す。すると流線的な流れですよね。かっこいいですよね。塗装準備に入る長江、黒いボディの光沢は最も難しい、故にフィニッシャーの腕の見せ所でもある。はい、これはいいですか。これも、はい、はい、はい。まず初めの塗装へと向かいます。ですね、これがうちの、サーフェーサー専用と言っていいんですけど、サーフェーサーを、塗るためにですね、ある塗装ブースなんですけど。基本的にサーフェーサーというのはですね、パテの溶いたものです。いわゆる水っぽいパテなんですが、拭きすぎると溜まってしまいます。せっかく筋彫りしたものも溜まってしまって埋まってしまうと意味がないので、こういう状態です。止める、必ずこういう拭き方はしないでください。これが最も簡単に言うと、ダマにしてしまう。こういう状態です。こういうふうに、どうしてですか。
こまめに拭くですね。このようにしてサーフェイサーの後、表面の荒れやわずかな傷も残さぬよう、すべてをつらい地にすべく皮線板のペーパーを丹念にかけます。そしてエアブラシによる塗装、タミヤブラックを使用。じゃあ、基本の塗装としてはまず角から、こういうところですね、角から角をかけていきましょう。このようにですね、角からかけていくようにできる限りですね。色逃げということを起きないためにも、平均的に薄く、かけるためにも、できるだけ角を一度塗ってみてですね、このようにですね、塗っていただいて、通常にこのように塗っていただいて。注意すべき点とは、ムラにしない、基本ですね。これは絶対ムラな部分を作らないということですね。あと一箇所に集中的に拭いたりしない。薄く丹念に塗り重ねる、それこそが光沢への近道。終わりです。ムラなく仕上がったボディ、しかしこれは宝石でいうとまだ原石の状態。光沢の魔術はこれからです。長江の技、塗装の後にクリアを吹きつける。クリアを薄く、こってりかけないように必ず薄く、さっき、やったサーフェイサーと同じ要領ですね。表面に、平均的にかかっていて、ぬらっとしてればとりあえず大丈夫だと思います。こんな感じで、でも光ってきたと思うんですけど、テカテカしますね。光ってますね。クリア乾燥後、デカール、このように切ります。おおよそでいいですね。でデカールを切ってしまわないように、おおよそでこのように切ります。これで指で僕らは剥がしてしまいます。こうやって。どうしてこういう方法を使うかと言いますと、こうするんですよね。これをこれごと穴開きますよね。開きますよね。そこで上がっちゃうんですけど、はい、細かいところなんかもそうですが、どんどん切り離れていくと、いわゆるこの部分が欠けてなくなってしまったり、この部分がなくなってしまったりということが出てきます。最後まで1枚のシートで残しておけばなくなることがないので、この状態で、あとここが荒れているので、水の吸うスピードが速くなります。これにつけてですね、このように、つけっぱなしではなく、つけたらこのように、つけっぱなしにしておくと、裏についているのりが流れてしまうので。何を使って貼るんでしょうか。一般の方は大体綿棒を使われる方が普通だと思うんですね。私の場合は、綿棒をあまり使うことはしないので、筆、これですね、これだけを使って貼ります。筆、このように剥がしていただいて、まあ場合によっては怖ければこのように台紙ごと取っていただく、そしてこの上に乗っけていただいて、このように片方を押さえていただいて抜き取る。こういうスタイルでもいいと思います。はい。でまずこれでピンセットでも結構なんですが、指をとピンセットを使ってこのようにして針位置を決めます。貼るときにですね、一番大事なのは、真ん中がずれないように、デカールは位置がずれないために、真ん中からですね、真ん中に一度軽く置いてみて、軽く押さえてみます。このようにですね、軽く押さえて水気をまず吸っておきます。そして、ティッシュなり用意した軽く水を染み込ませて、まず取っておきます。真ん中に当てて、もう一度外に向かってこのように出せばいいわけですね。ゆっくりやります。このようにして、こういうものですね。で反対側も同じようにこのようにして貼るわけです。そして、含んだ水をまたこれ取っておきます。これを繰り返すわけですね。このようにですね、綿棒はホコリが出るため使いません。筆は一気に水を弾き出す速さがいいと長江は言います。丸いデカールの場合は放射状に筆を走らせ水気を取っていきます。
全部貼ってからの方がいいと思うんですね。このデカールフィット軟化剤ですね、薄く塗ってあげます。全体で結構です。こうやって余分な軟化剤も筆で吸い取るように拭きます。デカールで埋まった筋彫りはカッターで切り込みをしっかり入れていく。あ、いいですね。もうなんかこう黒光りする雰囲気がこうなんとなく彷彿と頭に出てきますね。そして翌日、プラモが輝く瞬間。今日はですね、昨日、デカールを全部貼りまして、水分がほぼ、乾いたと思います。今日はこれにですね、研ぎ直しをする前のですね、クリア拭き、これを入れたいと思います。ウレタンのクリアというのを使ってます。一番はですね、まずですね、時間が、およそ72時間ぐらいで完全硬化をいたします。あとですね、もう一つはですね、ラッカー系にはない、独特なツヤ、独特な深みのあるツヤが出やすいということですね。これは作業を行う上での注意点。エアブラシの圧力に気をつけよう。いよいよ光沢が生まれますが、ここでの注意すべき点を聞いてみました。一番大事なのはやっぱり平均的にまず拭くということですね。あとはこのせっかく掘ったモールが埋まらないように、ウレタンは後から筋彫りできませんので、割れてしまうんですね。ですから割れないためにも割らないためにも、できる限り、ディティールを埋めないように薄く、平均的に塗っていくということがコツでしょう。全体的にこうこんな感じで見ていただいて、今見えますかね。おお、すげえ、テカってますよ、テカってますよ。こんな感じなんですね。これが全部こんな感じに表面がなればいいんです。じゃあここで一応終わったんですが、よくさっきお話したみたいに表面がざらついてしまった、多少重くてちょっとなしになってしまったという場合の一つの裏技なんですが、先ほど、一緒に入っていたこのウレタンシンナーですね、これをですね、少しでいいんですが入れてあげてですね、このようにですね、こうすると表面のウレタンが溶け始めるんですね。そうすると、なし地が比較的にムラーっとした感じになりやすいということでしょうか。研ぎ出しもしやすくなりますから、この方がこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。そんな短い時間ですか。いいですか。でも、はい、でこちらも同じように、こんなぐらいの感じでいいと思います。最後多く塗りすぎないことですね。塗って溶けてしまったら何の意味もないので、こんな感じでいいかと思います。はい、クリア乾燥のため72時間放置。黒い光沢のボディが長江の技でさらなる輝きを増す。さあ、ここでプラモの歴史の扉を開けてみましょう。国産初のプラモデルが発売されたのは1958年、原子力潜水艦ノーチラス号の300分の1モデル。当時ノーチラス号は先行したまま北極点を通過し、人々に深海のロマンを与え、そのプラモデルも大変な人気を集めました。発売までの開発期間はおよそ1年。艦隊の曲線を再現するのに開発者は苦労したと言われています。このプラモデルの販売価格は当時250円。しかしラーメン一杯の値段が30円という時代、誰もが簡単に買えるものではありませんでした。この船が日本にプラモデルという新たな文化の怒りを下ろしたのです。3日後、プラモデル完成の時、すでに光沢あるボディにさらに磨きをかけるという長江。光沢の魔術師はこれから本格的な技へと突き進んでいく。
まずこれをですね、このようにですね、表面を感じかけていただきます。こうしてですね、まんべんなくです。研ぐことで一旦光沢を消えさせる。ここまでやったんですけれども、今これが、まだ途中の段階なんですが、表面がペーパーはかけているんですけれど、かけきっていない状態ですね。この状態でよく大抵の人は、大丈夫だと思ってしまって、コンパウンドを使って磨いてしまう人がいるんですけれど、今この状態でかけてしまうと、先ほど言ったようなまっすぐな蛍光灯の映り込みがまずできないんですね。よく見えますかね。この部分がこうペーパーかかってないんですね。これが、ペーパーをかけるときっちり同じこのような状態にならなきゃいけないんですね。これをもっと丹念に表面がマット状になるまでかけるということですね。これはコツです。デカールの上に塗られた 0.1 ミリ単位のラッカー、そこに存在する見えない凹凸を整え、鏡のように滑らかに仕上げます。わかりますかね。左がペーパーをかけた後の状態、全体に落ち着いた色合いになったところでいよいよフィニッシュ。まずはキメの粗いコンパウンドで磨く。再び光沢が現れます。こんな感じの光になればいいんですね。とりあえずわかりますか。なんとなくもう光ってるっていうのが見えると思うんですけど、まだまだこれでは鏡面仕上げとは言えないので、これを完全に鏡面仕上げをしてみたいと思います。いよいよ仕上げですから、この時に大事なのが、多めにつけてください。まんべんなく、ディテールにこだわって完成を迎える。光沢の魔術師長江圭一郎、渾身のメルセデス。その輝き、まさにサーキットを駆け抜けるブラックダイヤモンド。プラスチックと思えぬ質感、こだわったリアルな車内、注いだ情熱が喜びに変わるとき、心にエキゾーストノートが響き渡ります。リアリティあふれる迫力あるエンジンルーム、光るサイドミラー、そしてドアの筋彫りは実車さながらの映り込みを表現。車はこのように光ってなんぼだと思っています。やはり、車をこのように映り込みがきっちり出るような、こんな、光沢が僕にとって一番大事だと思っています。これしかないと思っています。